バリー・ボンズの後継者と言われていたライアン・ハワード。圧倒的なパワーでフィリーズの手法として活躍した。この一覧はメジャーリーグのナショナルリーグ東地区に所属するフィラデルフィア・フィリーズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、 レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。フィラデルフィア・フィリーズは1883年、フィラデルフィア・クエーカーズとしてナショナルリーグに加入。7年後の1890年にフィリーズに改名し、現在のフィラデルフィア・フィリーズとなった。創設から1976年からの黄金期までは、ほとんどリーグの回が定位置であった。 1976年から3年連続地区優勝しよう、役チームは黄金期を迎える。そして1980年ワールドシリーズ初優勝を果たす。創設から97年目のことであった。その後再び低迷するが、徐々に成績を上げ2008年2度目のワールドシリーズ優勝を果たした。現在までワールドシリーズ優勝2回、リーグ優勝7回、 地区優勝9回の成績を残している。2007年7月15日、アメリカプロスポーツチーム史上初の通算1万杯を記録した。判例、ありがとうございます。